皆様こんにちは。今回は新しくなった Android デバイスマネージャーについて解説させていただきます。 Android デバイスマネージャーは2017年5月18日にアップデートされ、新しいユーザーインターフェースに生まれ変わりました。ただし基本的な使い方はこれまでと同じです。新たに生まれ変わった点は、探している Android デバイスの Wi-Fi 通信状況とバッタリー残量が表示されるようになった点と、強制的に画面ロックをかけるロック機能において、ロック時にメッセージと電話番号を表示できるようになった点です。 Android デバイスマネージャーでロック利用時にメッセージと電話番号を入力しておくと、 Android が強制的にロックされ、入力した内容が画面に強制的に表示されます。このほか Android や Android Wear 2.0 版 Android デバイスマネージャーアプリも、ユーザーインターフェースだけでなくアプリのアイコンも生まれ変わっています。もしかしたら若干戸惑うかもしれません。アプリ版 Android デバイスマネージャーも基本的にはデスクトップ版と同じ使い方です。特にメッセージと電話番号を強制的に表示できるロック機能は紛失時に役立ちます。ぜひ参考にして、もしもの時のために覚えておいてください。以上、新しくなった Android デバイスマネージャーについての解説でした。